に来た。やめろディカープリ、お前なんか嫌い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 。多くの人を傷つけてきた。そんな私に誰かを守る資格はないのかもしれない。タカ。はい。シャドルに動きが。はい、すぐに向かいます。それでも私は。テイク、なんで俺様がこんな雑用を。ん？キャッ。なんかてめえどっかで。まあ邪魔するってんならぶっ飛ばすぜ。お前がシャドルの新たな幹部か。どこだ。にゃーしゃ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 、これは傑作です。助けるつもりですか、あの人形ども。助けたところで、あの人形どもは犯した罪に苛まれ続けるです。あなたもそうでしょ。私は時間切れです。人形どもは我がチェインズ計画の一部です。邪魔をするなら容赦はしないですよ。キャミー、ユーに外出の許可が出たのか。監視付きだけど、買い物の必要があったから。調べたんだけど、個体ごとに好む飲み水の温度が異なるみたい。あと年齢と体重から与える食事量も調整しなきゃいけないんだって。ああ、猫のことか。知識が増えるって楽しいよね。世界が広がっていくみたいで。キャミ、大丈夫？もしかして何かあった？ユーニ、お前は今幸せか？え？シャドル、どうしてここに。私が。キャミ、もうお前を、お前たちを戦わせはしない。私が守るんだ。ギアを上げる。
気がついていないのだな。選んだ道の危うさに。何？いずれ知る時が来る。怪我は？大丈夫だ。よかった。本当にシャドルが動き出しているの？シェインズ計画と言っていた。こいつらもその一部なんだろう。またお前に危険が及ぶかもしれない。安全な場所で待っていてくれ。でもシャドルの計画は私が阻止する。そしてみんなを助け出す。今度こそ必ず。みんな本当は助けなんか望んでないのかもしれない。でも向き合うって決めたんだ、昔の自分と。だから私今が幸せかどうかまだ決められない。だけどキャミーといっぱい話したり笑ったりする時間はすごく好き。一人で思い詰めないで。あなたに助けられて本当に良かったって思ってるから。ユーリ、ありがとう。それはこっちのセリフ。帰ってきてね。約束する。なんか面白くなりそうじゃん。